はい。ともくんチャンネルです。はい。今回は、えー、ちょっとね、R32 の GT-R を少し、えー、今日は置いといて、えー、このね、フェラーリの 512T-R を、えー、ちょっとね、内装とかね、えー、色分けしたりとか、えー、ちょっとの部分、 部品とかをね、え付、ー、けたり、で、まあ、少しデカールとかね、えー、貼ってみました。はい。で、えー、この前まではね、これ、内装も、フィニッシャーズさんとこの、えー、ブルーブラックですね、えー、を吹いていたんですが、 えー、ちょっとね、携帯、まあ、スマホの方でちょっと調べてみたら、えーまあ、実写の方も、まあ、なんかクリーム系っていうかね、えー、黄色が混ざったあークリーム系とか、えー、ちょっとね、えー、茶色っぽいような、えー、クリーム系。 とかも、うまあ、内装とかのね、えー、黒色もあったんですが、えー、ちょっと、僕は、こんな感じの、黄色が混ざったクリーム系の方に内装をしてみました。で、えー、このね、ダッシュボードとかもね、 えー上,の部分はい、上の部分は、黒色やったんです。まあ、調べた車ですね。の方は、上の部分は黒色で、えー、下の、まあ、言うたら真ん中ですね。から下は、えー、黄色がかかったクリーム系の色になってたんで、 その色にしてみました。はい。で、まあね、えー、これね、見にくいと思うんですけど、えー、メーター。はい、ちょっとぼやけてますね。えー、メーターをつけ、えー、デカールを貼ってみました。はい。はい。で、えー、まだ、ね、えー ハンドルとかも何もつけてないんですけど、うーんハンドルの真ん中のとこにね、えー、フェラーリのマーク、はい、デカールを貼ってみました。はい、で、えー、ブレーキのーカバーなんですけど、裏ね、まあ、シルバーに塗ってで、表はもうこのまま黒にしてみました。はい で、あと、フェラーリのマーク、まあ、グリルのとこですね、につけて、で、えー、ヘッドライトのカバーですね、をつけて、で、バックミラーもつけてってし,してます。はい。で、えー、このね、内装の内張りとか、えー、シートですね、もう、 黄色かかった、えー、クリーム系の色にしてます。で、まぁ、あ、あのー、僕が見た、まあ検索でね、えー、実写の方、ヘラリのやつを見た色が、えー、まぁ、あ、シートの方はね、このままの色で、で、内割りのとこね、ちょっと、黒色、 もうかかったとこがあるんで、えー、これちょっと、えー、昼前ぐらいに、えー、いただけなんで、ちょっと、えー、乾かしてるとこなんで、まあ明日ぐらいにね、ちょっと、この内張りのとこを出し、うん、色分け、黒と、この色と、にします。はい。で、まあ、内装の部分のとこは、 えー、ペダルをつけて、で、ミッションのとこもつけて、こういう感じの、えー、センターコンソールのとこは、こんな感じの黒色もしてみました。はい。まあ、なんとかね、えー、部品とかも、こんな感じでちょっとずつ減っていってます。はい。なんとかフェラーリもね、 えー、進んでいってますんで、はい。えー、これからもね、えー、ちょっと明日、明日はね、えー、このフェラーリ、ちょっとね、ここ、傷ついたんで、で、ここをちょっとだけ削って、えー、まあ、ボディの方だけなんですけど、えー、まあ、もう一度ね、えー、上乗りをしたりとか、 えー、スカイレーンの GT-R もね、えー、ちょっと、ファンデーションホワイトも吹くので、2台ちょっと吹きます。はい。まあ、今回はこんな感じでね、フェラーリの部品とか、えー、内装色分けしたりとか、えー、ちょっと部品つけたりとかってしてみました。はい。それではね、えー、今回はこの辺りで、えー、紹介を終わらせてもらいます。はい。 フェラーリね、えー、まあ、えー、これは、ブルーブラックですね。まあ、かっこいいですね。はい。まあ、出来上がりをお楽しみください。はい。お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。 見てください